お疲れちゃんです。ロットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらのペッカスケラデッキをね使っていきたいなと思います。でこちらはですねちょっと前というかまあだいぶ前になるかもしれないんですけど、メガナイト型のねスケルトンラッシュが一時期めちゃくちゃ流行ったんですよ。そうまあペッカがメガナイトなんだけなんですけども、でそれのなんかまあ上位互換と言いますか、メガナイトがペッカになった方も最近ね使われてますので、というわけでやっていければなと思います。で雪玉の枠はタルババでもいいです。ローリングバーブリアンですかね。まあ今ヤリゴブリン、そうこいつでもいいんですけど、ヤリゴブリンとかがすごい多くて、まあヤリゴブリンに対してスケルトンラッシュを打った時に雪玉をねポッて打てるのがやっぱ強いんですよね。まあタルだとポイズン打たないきゃいけないっていう、ポイズンの濃さが足りない時に、まあ、雪玉の方が便利と、まああと空にも戦いやすくなるよねという風なところで雪玉採用です。でまあペッカのレベルがちょっと足りないよとかいう人は別にメガナイトでもいいですし、なんならペッカもメガナイトもなんか嫌だなって、キョスケ好きだなって方はキョスケとかでもいいと思うんで、まあ、なんかキョスケでもメガナイトでもペッカでも、まあ、何でも成り立つ、まあ、周りがねしっかりなんか完成されてるデッキでございます。というわけで、まあ、雪玉ペッカ型でね僕はやっていこうかなと思います。ナポーさんよろしくお願いします。さあとりあえずなんかまあ檻とか置いて結構防衛固めなので、もう受けから行って相手が攻めてきたのを、まあ、カウンターでワンパンできるぐらいのなんかまあ力あるので、まあ、守ってカウンターかな理想は。まあ、雪ぐらいなら打っても良さそう。相手ザップだったので、まあ、ペッカだったりかな、なんかペッカっぽいけどザップで待つなら分かんないですよね。スパーキーとかラバとか、まあ、何でも可能性ありそうなんで一旦オリオ行ってきます。まあ、オリー強いっすね。置いて、別に逆来てもペッカとかあるし、さあ、スパーキーでしたね、というところで、これはね、トリトンから行くか、まあ、ハンターからの、トリトンエレキか、ハンターからのペッカーとかかな。だからそんな感じいいと思います。引っ張っちゃいたいが、まあまあ、これ踏めそうですね。OK、踏んで、いや、ここで本当はね、OK。本当は端前ペッカつなげれるとすごい強かったんですけど、まあまあペッカのを出さなくてもこのもう周りが強すぎてね溶かせそうなんならいやめっちゃ強いな。さあここで相手はポイズンのゴブスパと、いやこれスケラ打ちたいですね。でもなんならペッカ作っていいと思うんですよね。まあメガゴとかいるとめちゃくちゃ厄介なんですけど、いたな本当に。雪玉とハンターとかでなんかいけそうじゃないかなこれ。いやこれなんかペッカが暴れてくれると思うんすよね僕は。いやもうちょっと行ってほしかったな。まあ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 スケラ打っちゃよかったですねこんなことになるなら打っちゃよかったんですけども、なんか普通にペッカトリトンの形とかユニットの攻めの形でもね十分強いので、まあまあまあ今みたいな攻めもやりつつスケラも打っていきつつかなと思います。さあとりあえず折り置いて、オリめっちゃ強いんですよね。で、オリプラストリトンが強いんですよね。なんか待ちつつさらになんか待てれるみたいな。お前待ちすぎやろっていうぐらい待てれるんで。で、ちょっとトリトンでスパーキーを引っ張りたいが、まあゴブジャイが来るかな。トリトン。これ何を引っ張るかっすよね。あー、君を引っ張る。で、この、とりあえずなんかね、待って。待っていいですね。エレキは先に出しちゃうのちょっと怖いんでね。さあ、ここだ。踏んであげて、よいしょ。で、なんなら、これカウンターですね。スケラも、トリトンもね、やっちゃっていい気がしますね。で、スケラ打って、相手ポイズン使ったと思うので、結構きついんじゃないでしょうか。あれ、全然回ってる。ですが、このエレキとハンターも優秀と。やばいですね。めちゃくちゃコストが、エリアで取ってますね。もうペック出しちゃう。いや、出しちゃうの良くないですね、これ。出しちゃうと、スパーキーにすごい餌にされちゃうんですけど、暇なので、さあここは歩かされる、まあ、檻があるんでね。あれなんかめちゃくちゃ優秀だなあいつ無視したっすよね今で。これはあーこれ檻が壊れてくれればキングに据えそう。よしよしよし、やばい俺のエレキのせいで逆にキングゲットできなかったかもしれないです。これスケル打っちゃっていいな。なんとなく雪玉ぐらい打ってスローにさせたらエレキがワンチャン、いやーエレキ優秀で、トリトンもねワンチャン頑張れる？いや、頑張れる。なんならなんならペッカ行って、メガゴいない、ここでゴブジャイ逆サイクル、引っ張る。あ、なんか生きてんな、あいつ。エレキで、ペッカ？そっか、殴っちゃえ。ペッカがヤンキーしてる。雪玉でエレキ逆サイ説もありましたけど、
まあ、一回これ落ち着きましょうか。相手がもう一個使う。いや、めっちゃ強えな、ペッカ。よしよしよし。リズムはいいね。リズムはいいんですけど、ザップじゃないんで、なんかあれですね。意外とスパーキーが厄介っていう。あれね、ワンチャン早めに先に引っ張るやつある。ここのトリトンぐらいで。あ、逆から引っ張ってきた、お前。まあ、いいんですけど、ペッカが歩く。よしよしよし。いや、これトリトンちょっと延命したいなと思って出したんですけど、まあ、いらなかったかもしれないですね。いや、これね、絶対きついっすよね、相手。だってめっちゃあるっすもんね、僕。あ、ディガーもあるんだ、相手。さあ、エレキ読みディガーが来るが、逆サイドがなんか落ちそうですね、これは。オーケーさ、これね、いや、めちゃくちゃそう。防衛がね、まあ、見ればわかると思うんですけど、超鉄壁なので、なんか無理に攻めずに、とか僕スキャラ1回打ったとかだと思うんですけど、1回か2回かな。そう、もう基本的には、もう守って、とけばみたいな、守っとけば気づけばね、カウンターの形ができますよという感じですね。さあ、どうしようかな。なんならケツペッカとかしても逆サイなんか来ます。はい、施設もあるわ、トリトンもあるみたいな、まあ、そんな感じですね。さあ、アイウィズタルババゴレ説、エレジャイ説、あ、スケラ説もあるな。スケラだったらやばいんでケツペッカは良くなかったかもしれないですけど、まあ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 悪くはないでしょう。スケラかな。これだって普通にもうペッカハンターでこれスケルトンラッシュ打って、まあ防衛ポイズンされるとは思うんですけど、相手はペッカの受けが普通にきついと思うんですよね。さあ、防衛スケラで相手は耐えようとするが、いや、ハンターが意外と、いや、これハンターが生きれば、いや、ハンター生きれば熱い。これトルネか雪ぐらい打ってプレッシャーかけてあげて、まあ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 、さあ遅延スケラですね。で、まあ、相手の施設がゴブリンの檻かボムタワーとかでもいろいろ変わってきそうですが、もうこれ、ケツペッカして逆サイ来ても、うまいこと許容できれば理想なんですけど、普通にこれは勝てそうですね。あ、で、今このトルネを使った後なので、このゴブリンの檻が単体でいってもいいですね。トルネを相手使ってなかったらキング起動されてスケラのダメージ全然入らなくなるので、そういった場合トルネを持ってる相手にはちょっと気をつけないといけないです。キング起動はマジでスケルトンラッシュ終わるんでね、されたら。まあ、エレキとか出してボムの範囲で行かれたくないなと思いつつ、エレキが綺麗に行かれてんな。さあ、でこれペッカにもう一個受けがいると思うんですが、タルババ、さあ一発入る。で、ここはまあハンターとかね、適当にユニットでコロコロしとけばいいでしょう。はい。で、逆サイ来てももう棒ポイすれば、なんならもうこのダメージを僕は負けることはないんですよね。よしよしよし。さあ、まあ、ケツペッカして、うん、逆サイ来たら檻とポイズンで守りましょう。さあ、防衛ポイズンして、で、これ、檻置くっすけど、ちょっと気をつけないといけないのは、この檻をキング起動されるんですよね。トルネードで。なので僕としてはもう右側に、いや、スケラを無理やりでも打ってやっとかないと、これ絶対取れない金起動してくる。ああ、オッケーオッケー。多分今防衛ポイズンを打った瞬間でコストがなくなった説ないかな。そんなら都合いいことあるかな、わかんないんですけどなんで取れないで金起動されなかったんだろうって感じはありますが、まあ救われましたね。逆サイボムとかも置いてたんで、相手が普通にコストなかった説もあります。棒ポイしとけば負けないでしょ、理論。まあ、攻めの形は今作れないですが、まあ、別に、もう作んなくていいですね。このダメージリードがあるんで。さあ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 、とりあえずなんか、適当に守りながら、イチャコラして、僕もなんかたまにスケラ打てそうだったら打っとけば、相手のプレッシャーになると思うんで。よしよしよし。いや、つえー、ペッカが全員切り刻んでる。で、トリトンも大丈夫。オッケー。この相手に巨大スケルトンとかがない時に出しまくれるの強いっすよね、個人的に。トリトンケツから。相手がキョスケ持ってるとか、なんかゴレとかエリジャイとか持ってると、ケツトリトンって結構危ないじゃないですか。まあまあまあ。さあ。これちょっとあれだな、ボム置いたからいいな。一回盛り、もう一回盛ります。ポイズンのサイクルがちょっと追いつかないかもしれないのが怖い。さあ。まあ、ユキが一旦ある、ユキで耐えましょうか。ユキとエレキで。あ、オッケー、めっちゃいいユキしたかも。まあ、これはもうね、来
来たよ。よく見る。あの、ペッカが2枚くらい並ぶやつですね。で、まあ、ナイトかなんかが来ると思うんですけど、そいつもなんか引っ張ってあげて、どかしてあげながら、もうめっちゃユニットで攻めるんですよね。めっちゃユニットで攻めてはいるものの、全然。全然だな。なんか意外とチェーンスクラってペッカ受けがしんどかったりするんですよね。なんか全部ユニットが単体なので。まあ、なんですけど、よいしょ。綺麗に受けられてはいる。まあまあまあ、これでもう負けないでしょと。あと20秒。まあ、事故るのがベビドラかな。ベビドラが、を溶かせなくてカウンター来るのがちょっと怖いですね。なんでもスケラとか打って、防衛ポイズンとかさしつつ、上を完全に止めてね。よいしょ。さあ、オーケー。さすがに大丈夫でしょ。これで負けたら発狂者。オーケー、グッドゲームというわけで、いや、守ってカウンター。まあ、形を作ってカウンターが強いですね。まあ、作れなくてもユニット2体ぐらいいれば、まあ、なんかトリトンハンターのカウンターでスキャラとか普通に打つだけなので、もう降りてなんかイチャコロしとくだけっていう、めちゃくちゃね、便利な筆記です。本当にめちゃくちゃ使いやすいと思いますね。まあ、キョスケとかメガナイトでもいいと思いますね。なんならメガナイト型がこう初代生まれたデッキで、その後からなんかちょっとだけねペッカ型がね、まあ、使われてるって感じなので、なんならメガナイト型の方がいいまでもありそうですが、まあまあまあ、ペッカで十分ですね。よろしく。とりあえず、檻を置いていきます。この檻。便利ですね。ボブグラとかにしても強そうですね。なんか、小屋にポイズン打ったらスケートンラッシュ刺さりますし、まあ待てますし、まあ、最近あの、ゴブグラにね、異常に、こう、なんかゴブグラまあ、ただ気に入ってるだけなんですけどね。よし、さあ。相手のデッキはなんだ？ランバー、タルババ、ベビドラ、ウルトラデッキとかかな？インドラとかが来るんですよね。で、エレキ咲いた後でペッカが焦げかわされるみたいな。まあ、そういうことは避けたいが、あ、さあ、ゴレか？まあ、これペッカハンターとか作りつつ、危ねえ。なんか今先行こうとしてましたよね。これボープでいいんじゃないですか？ハンターがかすってる。いや、オッケー。いや、ペッカ強えな。なんか僕、あんまペッカ使わないというか、まあ、あんま使わないんですよ、本当に。なんかペッカよりはもう断然メガナイトの方が大好きっていう人なんですけど、強いっすね、こいつ。で、今、相手ゴレ使ったんで、ケツトリトン別にしていい気がしますね。クレイジーじゃない限りはキョスケとか出てこないと思うので、よしよしよし。普通にエリアとかやばいからな。これ、端前ペッカとかでもいい気もするが、ヤンキーかなー、いっちゃえ。で、タルババプラスの、まあ、ランバーとかかな。あ、防衛ライトか。いや、いいライトだが、いや、間に合うか、陸行け。一発？うわーい、でかい。で、ここはま、雪ぐらいで共有しましょうか。ちょっと早かったな。攻撃するタイミングぐらいで打てばよかったかもしれないけど、一発？いや、これ勝ちたいけどな。相手ゴルで、こっちはペッカゴボリトリトンのスケルトンラッシュ。まあ、一つ怖いのはライトニングぐらいかなと思います。まあでも、ライトで僕のユニット全部行かれるのが怖いですね。こういうところで。飛来神ワンチャン？あと光栄が残ってくるぐらいかな。いやでもペッカがいい。ペッカ頑張るのと、まあ、ダクネ来たら防衛ポイズンしたいですよね。まあ、ダクネいなければ防衛ポイズンする必要もなさそうっていう。まあ、延命してあげて、これスケラ打っても良さそうだけど、どうだ。まあまあ守れると思うので、ちょっと積極的にスケラ打っていきたいですね。あ、ハンター？まあまあまあ。いや、これ、落ちてほしいな。落ちてくんなきゃちょっと怖い。あ、落ちる。ポイズン圏内来た。オッケー、さ、危な。まあまあ、危なくもないか。ペッカで最後守れたと思うので、さあ、グッドゲームと。いうね、ここ最近ちょっとゴーレも多いんですよ。マジでグラチャレもだし、マルチも結構ゴーレも多いので、意外とね、こういうペッカデッキも。だからペッカデッキもちょっと増えてる気がしますね。さあよろしく。ティフォンさん。まあ、とりあえず雪玉とか打っていきましょうか。ふぅし。いやなんか今日別にため息じゃないですけど、なんか落ち着く回数が多いですね。ふぅって。なんかクラロワしてて、僕公式戦とかでも、なんかよくね、自分じゃそんな意識してないんですけど、携帯をなんか、1年目かな？クラララリーグ1年目とか2年目は、立って試合をやること、ことが多くて、というか、まあ、立ってやってたんですよ、試合を。
なんか端末を台に置いて、でだからこうふーってこう端末から手を離すタイミングが僕あって、いつも手離してたんですね、端末から試合中に。いやバカだろって感じなんですけど、意外となんかこういうちょっと一息つくと言いますか、一息ついた時の方が僕勝ってるっていう、なんかね、そう時期があって、今日はちょっとあの今夜ですかね、クラロワ紅白戦があるんですけど、今のところこう一息ついてる、ちょっとねいい、なんていうんですか、いい流れと言いますか、こう勝ってる時の落ち着きがね、あの自分の中で見られるんでね、今日はあのボコボコにできそうですねクラロワ紅白戦 VS 剣つむしでございます。さああれだね、今日は何だったっけ、あ三子でしたね、久しぶりに見たな三子。まあ三子もまあちょくちょくいますね今。さあこいつはまあ無視していいんじゃないでしょうか。あオリの三子なんですね、これちょっとペック出しちゃってみたいな、ペック出すけど、あ俺のエレキ被ったなって、空振ったっすね。まあまあまあ、あいこれ、いやこれはいい、ハンターが事故ってる。いやこれさ、一体陸行き絶対きついですね。ここで左側を攻めたいと思うんですけど、右側なんですよね。ここで右側を攻めてあげて、このエレキがリセットすることによって超大ダメージ。さあ、まあ、相手はここはもう諦めて捨てて、後ろからねケツ三重してチュチュチュンチュチュチュンチュチュチュンだと思うんですよ。全然出てこんな、ワンチャン諦めたのかな。さあ三重に当たる雪玉、さあ諦めた説もありますねこれは。さあこれは諦めましたね。キング行きたいんですけど、そんな火力が出るデッキ、火力が出ないこともないんですけど、急にね、よくあるあるですよね。なんかこう、諦めたと思ってこう、突っ込むと、普通に防衛されてちょっとやばくなるみたいな。はい。まあまあまあ、さすがにこれはね、まあグッドゲームと、まあ、いうことでね、はい。まあ、ぜひね、このペッカーの枠は、キョスケでも、まあ、メガナイトでもいいと思うんですけど、まあ個人的にはメガナイトの方がね、キョスケよりはおすすめかなと思います。ぜひね、使ってみてくださいと。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントともよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。